はい、皆さんこんにちは。ハムチャップスターズターズの馬場さんです。そして高瀬香里です。宮本です。よろしくお願いします。お願いします。ということで今日は超チョイスガチャということでね、あの覇者の塔をね、40回まで行くと、はい、今回は引ける超チョイスガチャやっていきたいと思います。はい、毎月やって、はい、毎月やってうん、毎月もう毎月でいいでしょね。毎月で、毎月いいよね、毎月で、うん、じゃあもうずっと黒川さんだわ。毎月お願いします。毎月ちょい名前やってください。毎月お願いします、はいはい、ということでまずは誰が桜、はい、いきますか。私はもう加藤清正ですよ、やはり加藤清正。もう1点で、もう現代出ない、出ない、現代出ない。そう、甘くはないよ。甘くない。でなんか結構うぞうむぞが出る中で、うん、加藤清正熱いんじゃないかと思いまして、はい、今回清正狙いでいきたいと思います。はい、あ、はい、うぞうむぞ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 、はい。これでもストライクショットとか言い出したらもう加藤清正出ないから言わないでほしい。もう言っちゃダメ。喋るな、喋んな、お前絶対言うなよ、お前喋んな。よし、喋んな。オッケー、静かだった。静かに2回転すること言ってやるから。はい、清正、はい、3号リフレッシュ。3号ね、まあ、3号もね、やっぱ1時で気づいた子ですから、はいはいはい、84回使ってるから。そうだよ、うん、トリキラーだし、シャンバラ、シャンバラね。はい、まあよし、はい、セーフ、アウト。次は小川さん、はい、お願いします。はい、次は小川さんの、はい、ちょい玉。いつもみんなの動画を撮ってます。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。こちらこそありがとうございます。闇属性を引きます。おー、はい、まあやっぱり、はい、あいつっすよね、レストレード。あるなー、もう大丈夫、あるな、レストレード、はい、おー、レストレードは、本当に本音で言うとちょっと弱いんで、もういらない。はい、なるほど、はい、本音を言うとね、はい、はい、アンチ元素株、ルシファー欲しいですね、いまだに。あとシャーロックも持ってないです。あ、はい、あと普通主ね、普通主、普通主、はい。毎回そうだね、そう、同じ、こういう時同じです。メンツがじゃあやっぱペルスターか、うん、ペルスターこの前めっちゃ出たね、2回めっちゃ出たね。レストレードよりはいいよね、ペルスター重心化しないですよ。ペルスターは、ね、重心化してない、そう、まあ後ろが全然違いますから。はい、じゃあうーん逆に属性変えてみる。ブレる、ブレる、ちょっとブレる、すいません、時間使って。いや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 、今日ちょっと時間使おうかなと思って。作戦通り。大丈夫だよな。俺この水属性の、はい、この人も持ってないですね。これエンジェリーディーバー。エンジェリーディーバー。ディーバーな。ディーバーはまあでもシュリンガーラ終わってたら、うん、まあ、モラルで使うかなっていうくらいで。ね、まあ一旦ね。うん。あとこの人も持ってない。今だな。ギソン。うん、チンはまあ22国かな、うん、今のところ、うんうん、あと何気にこの人を持ってね、うん、それはやばいっすね。ああ、それ結構豚よ、結構デビパン使うとこ多いっすよね、うん、そうなんですよね、意外と多いっていう。じゃあ光にしますか。光っすかね、光か闇か。ああ、光か闇か、闇を闇に行く、はい、結果ね、すいません、結果ね、結果ね、うん、結果ね、ベルスター、ベルスターね、はい、じゃあガチャります。はい、さあちょっと久しぶりに大きい声出そうかな。お、じゃあちょっと、じゃあ、はい、はい、はい、引きます、引きますね、うん、出ろー、さあ、さあ、祈り届くか、気合い、ハナさんしかいないから向こうに。大丈夫ですね、大丈夫でしょ。お、あ、アジサイ、アジサイか、アジサイか、アジサイ、ドラキ、ドラキ、あれ持ってるっけな、持ってないかも。アジサイドラキだよね。アジサイはドラゲン、ドラゲンじゃなかった。あ、違うか。いや、あの、こっちもドラキ、あ、ドラキついてたと思うよ、ドラゴンキラーでしょ。うん、ついてると思うよ、確か。アシンガの方か。うん、ドラキ、ドラゲン、持ってんのかな、ちょっと持ってるか。あ、取得済み？あ、でもそれ今獲得したんで、はい、あ、でもニューになってるよ。あ、紙カバーニューですね、少なくとも進化を持つ。はい、まあ、嬉しいです。4国4国強い、4国強いです。4国、嬉しいです。
じゃあ、はい、次は私が馬場園さんお願いしたいと思います。お願いします。はい、ということで私はまあ何かな、まあそうだな、まあこの前まあな光選んだけどな、なんだ俺、ちなみにアジサイ持ってました。あらしょうがない。いやでも限定出るかね、どうかね。限定出ないっす。出たらもうってことだよね。出たらもうやってる。出ただけで当たりやん。やってるってことです。やってるまで言う、はい、やってるまで言わないいや、ありますよ、でもありますよ。限定便利だから、分かっ伝わんないから。使うとこ多い。限定便利。絶対分かんない。間違いない。便利っしょ。便利。この前、限定便利。この前エクフラのチャンネルでやった時もみんなフンってなってた。そういう歌があるんですね。そういう、そうだね、はい。まあでもやっぱ、はい、光じゃないか。光、はい、光。まあやっぱソロモン欲しいのよ。はい、ソロモン。ソロモン弁財天はやっぱもう鉄板コースだから、うん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 。ただまあこうしてみるとやっぱ水とかの方が限定多いのね。じゃあ水で。いや水はちょっといいかな。水は意外と持ってる。水でも確かに物量多いですね。マッソ単純にね。マッソね。マッソはまあでもそうね。マッソ、まあいい方で、いい方ですよ。ラミエル使ってる？ちゃんと。どれ？ラミエルまだ使ってない。本当？使ってくださいよ。使ってよ。ラミエルどこ使う？どこでも。一億便利。とりあえず一億。いや一億はだってあれじゃん。トドロキさんいるからさ。いや一億便利。まあでも正直ラミはモーセにちょっと潰された感はある。あ、うん、まあ時代がね、そう、モーセいるまでは水の友情最強キャラだったんで、うん、間違いない、うん、便利だったんですけどね。じゃあモーセ引こう。いやまあモーセ持ってないですよ、はい、持ってないけど俺はやっぱり光を引く。 OK、 はい、じゃあ行くよ。いいんすか光で。いやもう押した。押してから、押してから。いいんすか、いいんすか。そうも、え、これ演出あんのかな、ないかな。いや、スタンカスやったら頼む頼む。ゴー予想。いや俺ちょ見ないシステムやるから。光、光はもうあっちね、光リアルなキャラの方見ないシステム。おお、いや、おお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 おなのこれ。いや、発言なら割とありよりですか。え、これ重心化すんの。あー、え、重心化した。あ、俺これ持ってねえわ。あ、じゃあ熱い熱い熱い。あ、よかった。あ、よかったよかったよかった。おー、弱くですよ。あ、持ってねえわ。まあ実質ソロモンぐらいの雰囲気はある。桃園の近い。うん、桃園の近いっすよ。まあ独特のアビリティを持ってるからね。あ、でも全然発言は嬉しいわ。いや、いいと思う。よかったね。いい、はい、ありがとうございます。はい。じゃあ最後は。はい。じゃあミヤボー行きましょう。ナイス。はい、ということで最後はミヤボーの超チョイスガチャ行きましょう。はい。わかりました。ミヤボー何が欲しいんだろうな。エンジェリーディーバ。エンジェリーディーバ。持ってない。エンジェリーディーバね。マソ。マソ。マソ。全部それじゃねえか。マッスル。全部それ。マッスルみたいなね。ああ、マサは、まあ。まあまあまあ。埋めときたい。そう、埋めときたい。うん。ああ、確かに。地球持っとるの？アース。アースだね。うん。だから外でかい。清らかなる青海の聖母。マッソ。相当でかいですね。清らかなる。いやもう俺らしか笑ってないから、はい、俺らしか笑ってない。俳優引けとしか思ってない。いや今日はじわるつもりだったんで。じわる、今日もじわるつもりだったんで。じゃあ一体一体解説していく。ああ欲しいキャラ、じゃあちょっと魅力語ってよ。エンジェリーディーバーの魅力語ってよ。エンジェリーディーバー、オッケー。まして、うん、これは進化前なんで、はい、神化っすね、うん、いやこれが、うん、なんだっけ、シュリンガーラ、うん、便利。シンガーね、便利、うん、便利。まあ16単語レスピブタッパパカスということでね。そう、便利。まあシュリンガーラ以外でも使っていけるような。まあでもね、実際、はい、もうシュリンガーラ右極なんで正直、うん、埋めときたいだけなんだよね。はいはいはい。まあ進化もね、そう、埋めときたいプラス可愛いで。おー、ね、エンジェリーバー出たらいいんすよ。プラパの時ですよね。あ、プラパ、プラパの時ね。そうやってね、はい、夏。ああ、そっかそっか。聖なるビート。
まあセナル見たら気持ちいいっすよ。ね、味方全員で演じるぞ、うん。エヴァンゲリオンですからこれ。そうだよね。さっきちょっとラファエルの進化ね、進化ね。そうだね。ちょっとあの時はちょっとね、ちょっと怪しい SS。怪しい SS だったけどね。進化したエヴァンゲリオンね。はい。感じが良かったのこいつ。まあ、そろそろは言いたい。確かに。正直モラルでしかこっち使わないから。まあそうだよね。なんか置いとくなら神化なのかもしれない。この前のやつで渡辺出たじゃん。あ、うん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 。そっからなんかそのああってなんだっけ。カエサルのガチャでさ、うん、死ぬほど出たんだよね、渡辺。あ、じゃあ今渡辺ランスになってる。限定出やすい。そうそうそう。まあでもノアがね、今ね、ちょっと育ってきてるから。ノアもしさ、あ、じゃあ水熱いんね。そう、水ちょっとね、集めがち。剣心がね、もうね、惜しかったりね。ノア。剣心じゃない、あれ、ヒムラじゃないよ。ヒムラじゃない方ね。ヒムラじゃない方の水の剣心、ね。上杉のね。そうそうそう、上杉の方の剣心さん。もう育ってきてると。そう。でも一番惜しいのは、シャーロック・ホームス。じゃあ水の方が受けは広い。受けは広いね。シャーロック・ホームスとツタンカーメン。あ、だから結構悩ましいんで、水いきます。結果ね、受けは広いお前。結果、受け広い水かな。はい、ノアもね、いいしね。ノアとかこういう時じゃないと出ないから。そう、なんで。モンコレとか引かないから。あれも分けられちゃってるでしょ、モンコレ。なんで使用してるからね。まあしょうがないっすね。ジェル流れだ。キャラが増えすぎた。うん、パチクリ。ノー。ツン。ストライクー。なんだこれ。突っ込みました。ドッキング開始。来ないな。これ言って出たことないからな。シンドバッド。ちょっと強そうに見えた今。重心化して出たよこいつ。まあ強いから。強いから。強い。ノンノと一緒に使おう。強い。これは持ってない人からするともうねすごい。持ってんだよな。持ってるけど本当に。はい。はい。まあちょいです。ちょいというした喜びです。これは本当にありがとうございます、まあ、ちょい玉でめちゃくちゃ嬉しいことが起きてしまったらそれはもうちょい玉ではないので。あ、俺ちょいと嬉しいっていうわけじゃないでしょ。ちょいと幸せ。違うでしょ。チョイスでしょ。いや俺もでも最初聞いた時思ったよ、ちょいちょい、なんかちょっといいことあるのかなと思ったけどね。そういうことじゃなかったんだよね。そういうことにしましょう、うん、はい、はい、まあ毎月やってほしいな。毎月やってくれたらこれはもうすごいちょいが重なって便利便利です。冷めるとちょいも蓄積していただけたらすごい大きな幸せになるからね。確かに確かにね。ありがとうございます。はい、ということで皆さんのところにもいいので来ますように。はい、はい、それではご視聴ありがとうございました。また次回お会いいたしましょう。バイバイ。